JSL Drills Lesson 13 Drill A あの方はこの会社でしょ ?A、ええ、この会社の社長ですあの方はこの課でしょ ?A、ええ、この課の課長ですあの方はこの事務所でしょ ?A、ええ、この事務所の所長です あの方はこの病院でしょ、ええ、この病院の院長です。あの方はこの大学でしょ、ええ、この大学の学長です。あの方はこの部でしょ、ええ、この部の部長です。部長は今電話してますか 部長ですかええ、電話中です。社長は今出張してますか社長ですかええ、出張中です。宮地教授は今授業してますか宮地教授ですかええ、授業中です。秘書は今外出してますか秘書ですかええ、外出中です。 課長は今休みですか。課長ですか。ええ、休み中です。院長は今会議ですか。院長ですか。ええ、会議中です。アルバイトの学生は今仕事してますか。アルバイトの学生ですか。ええ、仕事中です。山森さんは今話してますか。 山森さんですかええ、話中です。ドリル C 故障しないでしょう。いえいえ、故障するので困っています。社長じゃないでしょう。いえいえ、社長なので困っています。 遠くないでしょう。いえいえ、遠いので困っています。大切じゃないでしょう。いえいえ、大切なので困っています。聞こえたでしょう。いえいえ、聞こえなかったので困っています。通じたでしょう。いえいえ。 通じなかったので困っています。おかしくなかったでしょいえいえ、おかしかったので困っています。初めてだったでしょいえいえ、初めてじゃなかったので困っています。若いでしょ いえいえ、若くないので困っています。できるでしょういえいえ、できないので困っています。便利でしょういえいえ、便利じゃないので困っています。聞こえやすかったでしょういえいえ、聞こえやすくなかったので困っています。

変でしょうえー変なので使わなくなりましたよおかしくなったでしょうえーおかしくなったので使わなくなりましたよ遅れてくるでしょうえー遅れてくるので使わなくなりましたよ使いにくいでしょう えー、使いにくいので、使わなくなりましたよ。古くなったでしょう。えー、古くなったので、使わなくなりましたよ。社長さんいらっしゃいますか社長ですか社長の秘書と変わりますので、少々お待ちください。 大使いらっしゃいますか大使ですか大使の秘書と変わりますので、少々お待ちください。院長先生いらっしゃいますか院長ですか院長の秘書と変わりますので、少々お待ちください。学長いらっしゃいますか学長ですか 学長の秘書と変わりますので少々お待ちください。廊事いらっしゃいますか廊事ですか。廊事の秘書と変わりますので少々お待ちください。所長さんいらっしゃいますか所長ですか。所長の秘書と変わりますので少々お待ちください。 部長のお宅に伺うんですか近いうちに伺いたいんですがあの教授と会うんですか近いうちに会いたいんですが課長と相談するんですか近いうちに相談したいんですが 学校を出るんですか近いうちに出たいんですがこの仕事を辞めるんですか近いうちに辞めたいんですが宮地委員長に連絡するんですか近いうちに連絡したいんですが ヨーロッパへ行きましたかいいえ、行ってません。安いうちに行きたいんですけど。スペイン語、勉強しましたかいいえ、勉強してません。安いうちに勉強したいんですけど。日本へ帰りましたかいいえ、帰ってません。 安いうちに帰りたいんですけど北海道見ましたかいいえ、見てません。安いうちに見たいんですけど電話かけましたかいいえ、かけてません。安いうちにかけたいんですけど 一日でできますかさあ、一日のうちにできるでしょうかね一時間でできますかさあ、一時間のうちにできるでしょうかね一年でできますかさあ、一年のうちにできるでしょうかね 一週間でできますか。さあ、一週間のうちにできるでしょうかね。一ヶ月でできますか。さあ、一ヶ月のうちにできるでしょうかね。五ヶ月のうちにできるでしょうか。 実はですね4か月でできるんですよ6日のうちにできるでしょうか実はですね5日でできるんですよ5時間のうちにできるでしょうか実はですね4時間でできるんですよ二年のうちにできるでしょうか実はですね 一年でできるんですよ九週間のうちにできるでしょうか実はですね八週間でできるんですよ明日のうちに帰るでしょういいえあいにく明後日までダメなんですよ 金曜日のうちにこれを直すでしょう。いいえ、あいにく土曜日までダメなんですよ。四月のうちにこちらへ戻るでしょう。いいえ、あいにく五月までダメなんですよ。来週のうちにできるでしょう。いいえ、あいにく再来週までダメなんですよ。 来月のうちにかけ直すでしょう。いいえ、あいにく再来月までダメなんですよ。みなさん聞こえましたねあのー、私はですね、全然聞こえなかったんですよ。みなさん相談しましたね あの、私はですね、全然相談しなかったんですよ。皆さん聞きましたね。あの、私はですね、全然聞かなかったんですよ。皆さんいましたね。あの、私はですね、全然いなかったんですよ。皆さん見ましたね。 あの、私はですね。全然見なかったんですよ。皆さんできましたね。あの、私はですね。全然できなかったんですよ。L これは使いやすいでしょう。あの実はですね。あの使いやすくないんですけど。 そんな仕事は面白いでしょ。あの、実はですね、あの。面白くないんですけど。彼女は田中さんの奥さんでしょう。あの。実はですね、あの。田中さんの奥さんじゃないんですけど。彼は上手でしょ。あの。実はですね、あの。上手じゃないんですけど。 秘書は病気でしょうあの、実はですね、あの、病気じゃないんですけど。あの会社は忙しいでしょうあの、実はですね、あの、忙しくないんですけど。明日の会議は大切でしょうあの、実はですね、あの、大切じゃないんですけど。 先生はいらっしゃるでしょう。あの。実はですね、あの。いらっしゃらないんですけど。M 学長は明日こちらいらっしゃいませんよ。そうですか。それではですね。私も来ませんから。 田中教授は今晩の授業にお出になりませんよ。そうですか。それではですね。私も出ませんから。領事はここへはお戻りになりませんよ。そうですか。それではですね。私も戻りませんから。課長は彼と相談なさいませんよ。そうですか。それではですね。 私も相談しませんから。大使は名古屋にお泊まりになりませんよ。そうですか。それではですね。私も泊まりませんから。課長は秘書の帰りをお待ちになりませんよ。そうですか。それではですね。私も待ちませんから。 あの方のご都合はあ、ご都合は伺わなかったんです申し訳ありませんあの方のお仕事はあ、お仕事は伺わなかったんです申し訳ありませんあの方のお名前はあ、お名前は伺わなかったんです 申し訳ありません。あの方の電話番号はあ、電話番号は伺わなかったんです。申し訳ありません。水曜日でございますね。結構でございます。では、水曜日に伺いますので、よろしくお願いいたします。 午前九時半でございますね。結構でございます。では午前九時半に伺いますのでよろしくお願いいたします。午後七時でございますね。結構でございます。では午後七時に伺いますのでよろしくお願いいたします。四月六日でございますね。結構でございます。 では、4月6日に伺いますので、よろしくお願いいたします。来週の木曜日でございますね。結構でございます。では、来週の木曜日に伺いますので、よろしくお願いいたします。明日の会議は10時からですけど、ご都合は 明日の十時からですか。結構です。明日の十時に伺います。明日のゼミは夜ですけど、ご都合は。明日の夜ですか。結構です。明日の夜伺います。来週の授業は金曜ですけど、ご都合は。金曜ですか。結構です。金曜に伺います。 来月の仕事は6日からですけど、ご都合は ?6 日からですか結構です。6日に伺います。明日の相談は2時からですけど、ご都合は 2>, ?2 時からですか結構です。2時に伺います。This is the end of Drills for Lesson Section B.